どうも皆さん、バルハラ松葉木です。さあ引き続きアスカやっていくんですが、前回冬が到来して、この冬がかなり過酷でめちゃくちゃ寒いんですよね。なのでもう今回とにかく服を着たいなと思ってます。現在時刻13時50分なので急いで、服の準備に取り掛かります。あ、ちょっと待ってよ。けどね、風邪もひいてるし、体力回復しないとまずいですねこれ。なのでさっきに人参じゃない玉ねぎとニンニクを取りに行きます。あるかな。冬なので景色がだいぶ変わりましたね。かなり寂しい感じになってるのと、全然見当たらないですねこの辺り。じゃあ北の方行くか。ひとまずヒットポイント回復させておきたいですね。何が起こるかわからないので、いきなり攻めてこられそうやし、このもう心臓がずっとドクンドクン言ってるのがものすごく嫌。早く回復したい。なんかこれビーツとかなんか回復しないパターンの食べ物ばっかっすね。待ったよ、冬ってニンニクないとか、そんなことないよね。やべえ、ニンニクと玉ねぎが全くない。寝るしかないか、もしかして寝て回復ですかね。いやまずいな。寒さも、迫ってきてるんで拠点に向かいます。とりあえず玉ねぎとニンニクはないということが判明しましたね。一個もない。やったなこれ。さらにやっぱり日が暮れるの早いですね。今現在時刻17時56分なんですが、もう太陽沈んできてます。で寒いってそら寒いよな。マイナス 4.16 で、上裸なので、まあ、寒くないわけがない。急げ。一旦風邪ひく前に火の元に行きます。あ、みんな集まってきてますね。あ、風邪ひいたわ。直前で風邪ひいた、マジか。肉焼けたら食べたい。うわー、これやばいな。で、村人の一人が不幸。うわ、小さな、なんで？仕事への不安感、労働時間。じゃあこの人も仕事外そうか。外そう。外して大工にして、結構娯楽とかも入れてるんですけどねこの人、なんか気に入らないみたいですね。とりあえず大工しばらくやってもらおうか。でもう一人、工房のオスカーがあんまりこの仕事が向いてないっていうことかな。仕事への不安感。冬の耐久者、疲れを知らぬ熊の力。ああ、まあ戦わした方がいいのかな。労働者を管理。じゃあアスムンドとオスカー、オスカーも格闘家にしようか。外して、で、オスカーを割り当てる。この3人を衛兵に割り当てて、とにかく服作りたいっすね。でご飯もない、野菜がないんか、食材が。でもまあ肉はあるから、とりあえず肉でなんとかしてもろて。でヒットポイントがやばいよねこれ。水飲んで肉食べて、オッケー。繊維が絶対必要なので、これですね。この中から繊維を取って、繊維100ぐらい取る。みんな寒いな、みんな寒いよな。みんな服着たいよね。これは大量に繊維必要ですよ。で風邪治った、オッケー。でこれがあると、あ、この焚き火じゃ、松明じゃ全然
ポンド上がらないですね。なのでこれ、製造で製作していく。で甘い糸も作って、ここ作業員割り当てよ。作業員割り当て、フィンジャー行こうか。ちょっとフィンジャーに入ってもろて、あーまた風邪ひいた。ちょっと待って、早い。ほんでこの甘い糸を作成する。こう作成で、これ上に上げておいて、 OK。 で貯蔵、ここに、あ、服、あーなるほど、 OK。 やばい、冷凍する。やばい、ちょっと、あ、やばい、これマジやばい。凍傷があるかも、冗談抜きで。ちょっと寒くて死にそうだ。やっべ、投資寸前になって。あかん。オッケー。オッケー。わあ、危な。でもヒットポイントが全然ないんですよね。これやばいな。わあ、みんな寒くて死にそうやもんな。みんなどう、健康度。まあけど、村人は今のところ、大丈夫そうですね。一人危ういやつがいるんですが、アスムンド。ちょっとこいつどうな。寝る時間だ。少し喉が渇いた。この職業はなんだか安全じゃない。こいつ毎回なんか職業に対して文句言ってますね。狩人道がいいのかな。兵営にしたんですけど、兵隊に。狩人道の方が良かったかな。まあ遠距離戦闘が強いって書いてるし、まあ弓矢の方に配置するか。じゃあ OK、 アスムンドはレンジャーにします。凍え死にそうだ。寝る時間でやばい。これみんな凍え死る。これはまずい。焚き火増やそう。 OK、 よいしょ。ここに焚き火を作る。石と木がいる。いや、これみんな眠れんよな。これこのままだと村人全員調子悪くなりそうですね。なので23日の朝昼間に焚き火を作って、さらにもう服の大量生産に取り掛かります。これは死人が出るぞ。すでに前回ね、初めての村人一人狼に食われて亡くなっちゃったので、これ以上村人が、死ぬのは防がないといけない。ここにアスムンド入れる。アースムンド割り当て、 OK。 アスムンドはね、遠距離の方が好きみたいなので。やべえ、ここでなんとか、とりあえず自分一人まず装備作れたら、そこから流れ変わると思うんで。作れますね。薄いシャツ、はい、作成。とりあえず薄いシャツ作ります。薄い手袋も作る。で薄い帽子、はい。で薄いズボン、無理か。 OK、 おお、服着た。初めての薄い服いい感じ、耐えれてる。よっしゃ、これ村人の分全部作ろう。雨布がいっぱいいる。 OK、 雨布、これ村人の村人の服作ろうと思ったら全然足りないですね、素材。やべえ。とりあえずズボン作って、長靴、これは長靴も作れますね。 OK、 よし、あったまりたい。おお、オッケー、みんなの服作りたいから、アマをとにかく集めます。オッケー、1000アマいっぱいあるんで服作れますね。よーし、じゃあここで雨布を大量生産。おはようございます。24日になりました。24日目、現在大量に雨布を作っている最中で、これから村人の服を作っていきます。 OK、
で、作成でもう少しなんか厚手のやつが作れるので、これ厚手の、おっと生皮が必要か。厚い帽子を作成。あ、いっぱい落ちてる、いっぱい落ちてる。インベントリーパンパン。とにかく服作りまくって着せていくしかない。あ、君君、とりあえずこれ服、はい、ちょっとでも。んで、熊手ができたので、細工場これ作れる。あ、ここいける。 OK、 ここ細工場ここに作って、よしで、一旦温まります。調理のために灰色キノコ、キャベツとキノコが必要だ。あ、ニンニクあるやん、ちょニンニクくれ。待って、ニンニクあった、ニンニク、オッケーオッケーオッケー。なんかニンニク持ってましたね、一人。オッケー、これで多少ヒットポイント回復してない。まあええか。さあ、この昼間にやりたいんですけど、焚き火、とりあえずこの火起こしたいよな。資源が小さな石と棒、棒が必要なので、これ借り倒すか。いやー、これやばいっすよマジで。あ、斧壊れたわ。斧壊れて、これ、わわ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 、オオカミ、今ダメダメダメ、これ以上食らえないし、そうや、盾も壊れてるんで、盾装備しよう。うわ、やっばー、スモルカーの群れが、オッケー、びっくりした。肉やばいかも。アスムンドをハンターにします。弓がないと仕事ができない。弓持ってないんすか、やばいぞこれ。いろいろややこしくなってきましたよ。ここでじゃあ弓作るか。 OK、 弓作って、調理で、作業追加、これいこう、黄色いキノコ。オッケー、スモルカー、ムラサっていった。さあ、これで夜になるんですが、やばいやばい、ブラッドムーン、嘘だろ、やばいこれ、俺ダメかも、マジで。ブラッドムーン来ましたね。あ、来てる来てる来てる、もう来てる。うわー、ナイス、後ろから行く。オッケーオッケー、おお、いけいけ、ナイス、スタミナ削って、オッケー、ナイス、丁寧に行こう。ウルファー来てる、なんか攻撃されてる、どこ、取れた、おいおいおい、ガード、おいおいおい、スタミナ奪って確実に仕留めていく、よいしょ、オッケー、ノーダメ今んとこ、いい感じ。いやー、やばいっすよマジで。で、ブラッドムーンが今登ったので、まだまだ長いぞ朝まで。もう夜になるので、焚き火を作りたいんですよね。これ補充して、あと石が6個、小さな石あるかな。オッケー、小さな石入ってました。なので、さあみんな寝る時間らしいんやけど、補充して、あ、来てる来てる来てる、やばい、ドラウグル、おらおら、ナイスナイスナイス、みんないいねいいね、めった打ち、もう一匹こっちいますね。ほら、ほいほい、よいしょよいしょ、オッケー、ナイス。さあ、これ肉取ってほしいっすね。オッケーで、ここ焚き火を点火します。よっしゃ、
これで多分多少みんなあったかいんじゃないかな。あったまろう。とりあえずブラッドムーン超えたいっすね。で肉も欲しいし、あ、もう俺も寝たいんですけどね。どうしよう、ちょっと寝ようか。ここ空いてるんで。はい、さあ、人の家で寝てたので家を返して、あ、やばい、来てる、あ、来てる、なんか、はいはい、オッケー、スモスカやり、あ、あなたの小さな犬が攻撃されてます。オッケー、行きまーす。こっちっすね。オッケー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 、ゴー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 、結構おるかも。お、ナイスナイス、仲間強い。ほら、よいしょ、圧倒的っすね、村人強い。まだ一人も、怪我人出てないので、この感じで順調っすよ。埋もるか、肉剥ぎ取る。 OK、 さあ現在の時刻が1時51分。全然いけてますね、ブラッドムーン対応できてるので、このまま朝迎えてガンガン服とか作りたいっすね。あ、いいね、みんなの幸福度上がってきてる。オッケーオッケー、全員調子良さそうですね。炙り焼き、オッケー。1個食べて2個回収しておく。もう1個食べようか。あ、2つ食べてもうた。めっか、あ、よっしゃー、ブラッドムーンが沈みゆく、なんとか耐え忍びました、ブラッドムーン。で時刻が4時57分。いや、楽勝でしたね。食料がなくなってきてるので、この辺にこれ狼がいるんですけど、これもう肉出しときます。やっぱり食料を水さえなんとかできれば、あと暖かくできたら冬は越えれると思うので。 OK、 カワハギシ13、よいしょ、 OK、 とりあえずじゃあこの肉持って帰って、一旦終わろうか。いやー、今回大変でしたね。まあなんとか次につなげれる感じはするんですけど、やっぱりヒットポイントの回復する手段が、ないことはないと思うんですけど、こっちかな、作業追加で一応料理があるんですけど、ダメですね、どの道ベリーないので。うん、だからこれ調理場ってあっても意味ないよな今。なので労働者を管理でこれ外しますか。外して大工にしておく。 OK、 ということで今回はこの辺りにしたいなと思います。また次回、何日目これ、25日目の朝になりました。いやー、なかなか大変だったんですが、なんとかいけそうな気もしてきました。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。